望しました。トリッキーはもうちょっとできますか。そこがすごくこうなんか難しい時期だって AKB とかさ、ああいう最初 NG を何十テイク出して迷惑かけて、それで治ってりゃいいけど、その後ねすげえ迷惑を一回かけたの。ああそう、覚えてるかな。え、何やろ。イベントがあって、うん、これ日本のまあ結構最大イベントの、まあ、上位5位ぐらいいった、5位以内に入るぐらい、広島のフラワーフェスティバルっていう、はい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 、まあ、当時の総理大臣とかも来る、で、すごい目の前が、まあ、1万人ぐらいのお客さんが集まる、まあとにかくこうでかいイベントなんですね、うん、でそれのまあステージで、で日の井チームと行くんですけど、はい、僕寝坊しました。広島ですよ。確かに言われたら思い出してくる、はいはいはい、それでもうあの飛行機空港行った時点でもう飛んじゃってて、うん、でこれどうしようっつって、ABX の方がまあいろいろあの飛行機いっぱい使うから、はい、やっぱりちょっとこの今いるお客さんになんか優先でこう売ってくれる人を探すんですよ。 ABX の方たちが頑張ってやってくれたけど、もう時期が悪いすぎてゴールデンウィークだったか近くだったかで、ね、もう飛行機乗れないっつって、でもうこうなったらでも行くしかない、だから新幹線品川に行って新幹線で広島まで行ってやっと着いたんですよ。でも僕出番から結局5時間ぐらい遅れてるんですよ。5時間。その間ずっとその日からちゃんとその日の一部4人が、何回かステージ出て、コリッキーはもうちょっとできますか。つなぎをね、やってくれてたっていうのね。でも全然何とも思ってない。まあやっぱりパワーあるし、はい、もうやっぱその場を楽しむ達人だから全然明るくはしてるんですよ、うん、はい、それでただお客さんがちょっと怒ってて、そのやっぱ日の一チームにつなぎさせてるし、であの1万人の前であの絶好調のネタやったんですけど、あんまりウケない。やってたヤジも飛んだよ。せんねんヤジもあの時すごかった。すいませんあれは申し訳なかったな。それは辛いですね。うん、ファンの方覚えてる方いるかもしれないですね。そうだね、そうか、その当時のファンの人ね、ご無沙汰してます。そうだ、見てくれてます。ちょこちょことだって、なんかやっぱりでも僕も今でも全然言われますからね、やっぱり。うん、それで営業行くじゃないですか、うん、そうするとあの小力さん、僕あの私とか僕、うん、あのパラパラ今日一緒に踊りたいんですよって。で、何のパラパラですかって、だいたい日のちのパラパラを覚えてます、ね、で日のちのパラパラと僕がネタでやってるパラパラはちょっと違うので、うん、あ、そう。でたまに事故起きて、あのまあいいですよっつってやるんだけど、一緒にのステージでやったら向こうの人が、あれパラパラの動きが違うな。そうですね。で俺はネタの方やるから戸惑って、あのその人動けなくなる。で振り付け動画で YouTube とかにも上がってるから、うん、多分検索すると出てきたりするし、でコリッキーが出てるってことは、これコリッキー踊れるんやって多分思って覚えるんじゃない。これさ、ヒカルちゃんとかどうかわかんないけどさ、うん、まあ俺なんかはこれカラオケのある、まあ、場所行くと、うん、必ず勝手にその日のちの曲入れられるんですよ、はい、それでもうパターンとしては、あ、ちょっと勘弁してくださいよって言いながら全部ちゃんとやる。すごい、最高。でも PV 見てもらったら分かるんだけど、これ一切歌ってないんですよ。そう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 、歌ってるのは2人だからキーも高いし大変なんだ、あれ。ちゃんと踊るよね。そうですよね。そんなのやってとか言われる？あ、でもあの全然ダムじゃないですか、入ってんのが。だからダムの時とかはやっぱ入れてほしいとか言われたりとか、あの未だに入ってるんで、こう家族でとか行ったりとかするとママが言ったりとかして入れたりとかするけど、全然覚えてませんね、振りは。俺もね、覚えてる。全然できちゃう。覚えてる覚えてる。触れないものなんですね。そう、だってもう
めっちゃ踊ったし。いや、もう相当踊る、ね、確かにね、だからそれやっぱみんなね、若い時に入ったものだから忘れないし、これがまた盛り上がってね、そうチップが飛ぶんですよ。そこが、そうなんだよね。そうそうっつって、懐かしいっつって。それで、あの、すいませんっつって、で、合間の感想の時なんかね、はい、当時頑張ってやっておりましたっつって、長州小力は、小銭アレルギーでございます。すいませんけども、チップは青いのか、もしくは体型が、見ての通り茶色いのものが好きでございます。よろしくお願いいたします。なんてこう、あのもう、もうね、一つのね、なんかね、余興になっちゃったんですね。すごい、だから、ありがたい、ああいうのがいっぱいあるだけで全然助かるっていうか、すごい、でも未だにそうやってやってくれてるのは嬉しい、うん、楽しい、楽しいし盛り上がるし、やっぱり踊りたくなるんですよ、みんな。だから知ってますからね、曲ね。教えてって言うと、わりかしこうシンプルだから、うん、みんなできるしね。あれ、だから俺も当時、俺もっとヒットしてもいいと思って、はいはいはい、活動してたでしょ、うん、だからオリコン一番いって11位でしたからね、ライトファイヤーは。そう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 、だからすごくこうなんていうの、難しい時期だったの、まあその、うん、僕は活動コラボやめた後なんか、こうあの、なんつうか AKB とかさ、ああいう団体芸が増えてきたから、またすごい時期に活動してたんだなぁと思いながら、俺はね、スティッキーちょっとマーチな感じでね、で俺があの青い上着でコテキ隊、衣装が第2弾のコラボの曲で、でやっぱりあのちょっと女の子たちと一緒にいるからちょっともう可愛い感じなんですけど、可愛いんだけど、あの上ブルー、帽子白で、このスティック持ってコテキ隊のね、それであのただマーチングバンド、やっぱり下がいつもプロレスパンツなんですよ。でもそれを白にしたんですよ。打ち合わせで。でもやっぱり、あの、男は白のがかっこいいじゃないですか。そしたら、あの、ちょっと ABX 側から、あれをちょっと、あれおむつみたいな。あ、そっか、白で、そうですね。ブリーみたいになるから、ちょっとあれはっていう、ストップが一瞬かかったのあったんですよ。ただちょっとそこにベルトを1個つけたら、うん、あのわりかしこう全体的には可愛らしいから、はい、俺あれ今でも覚えてるけど、うん、お台場のね、うん、あの懐かしいリリースイベントで、うん、お台場のだから、自由の女神の前らへんですね、そうそう、あの辺をね、うん、あのみんなでこうやって更新したのね、だから俺ブリーフであの辺を歩いてるのそれからお台場のあそこですごいっすね、シュールですよ。すごかったですね。人すごかったから本当に。で、あの PV もすごく凝ってて、みんながこうお人形さんみたいになって可愛らしくて、うん、それでね、あのまた同じようにちゃんと振り付け取って、うん、ただあれ、あの今でも映像を見ると思うんだけど、うんうん、みんなが歌ってる間に、うん、なんとか、あの、パラパラ楽しめよーみたいなことをコメント入れてるんですよ。それ全部僕のアド、ま、任せなんですけど。そうなんですね、アドリブなんですね。その時に、もうノリでやってるから、呪文があるんですよね。これは結構これのこの PV のポーズ で、はい、でこれをみんな練習しろよって言って俺は言えてないっていうボケなんですけど、最後言えたって言ってるんですけど、その前のやつ呪文全然間違ってるんです全然変な、スティッキートリッキースティッキートリッキースティッキーエンバーンって言うんだけど、なんかねおかしいんですよおかしいけど、もうなんかテンション上がって終わらしてるんですよそれはその映像になってるから、俺あこれ俺間違えたわ、マジであん時は楽しかったですよね。楽しかった、楽しかった。ちっちゃい子リッキーがなんか出てくる、そうそう、合成でね、うちらのところになんかちっちゃい子リッキーが出てくるようになってて、あれもだから結構ね、うん、楽しく PV 撮らせてもらって、うん、
もう夜中までね。夜中まで。あの時ね、ほんと働いたらいけなかったんだけど。中学だから。そっか。だからまあ今とよりはもっと時代が少し緩かったのか。そうです、ね。でもあの番組とかに出てるわけじゃなかったから。そっかそっか。そうそうそう、放送ではなくて収録だから。うん、撮影だったんで、まあ許され、ギリギリ許されてた。まああの、父兄の方たちもね、うん、あの保護者も来てたりとか。うん、そうそうそう、まあとにかく、俺が今まで仕事やった中でもやっぱりこう、いろんな意味で体制がすごかったですよ。すごい、うん、うん、だからいい経験させてもらったなってね。楽しかった。覚えてる。鹿児島で食べたお肉とか、なんかサガリとか食べて、おいしいとか言ってたのも覚えてるし。そうだ。そうそうそう。食い物、食い、やっぱね、行った先でね。そうそうそう。いろんなもの食べれますもんね。そうそうそう。みんなで食べてましたよね。うん、俺あのまあ結局3つ一緒にやって。うん、で結局僕だけ卒業ってなって、うん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 、本当は卒業しなくていいんだけどと思ってたけど、まあやっぱり卒業っつって、うん、でまあやっぱり4人もこう本格的またこのダンスチームとしてのね、多分やっぱりもうダンスがすごかったから、はい、でじゃあこ今回で最後だっつって、まあイベントも最後 で寂しいねっつって、なんか最後なんかみんなで食事会みたいなしたんですよ。はい、でこれまあ覚えてるかな、俺はまあすごい楽しかったしいい思い出だから、うん、じゃあ最後なんか4人にプレゼントをと思って、うん、それで、うん、あのそうそうそう、ネックレス、まあ女の子でネックレスでなんかあのみんなの誕生石がついたネックレスをね、うん、あのあげたんですよ、うん、でまあ男でぶっきらぼうじゃないですか、だからありがとうねっつってあげっぱなしだったんですよ。それでこうやって飯食ってたの、はい、そしたらもうやっぱり可愛らしくてね、あれ多分こあヒカルちゃんだったと思うけど、あのなんか渡した時にリアクションがみんなちょっと おとなしかった、そんな喜んでないんだと思って、うん、あ、まあおかしいのが良かったなって思ってたけど、はいはい、そしたらご飯とか全部食べ終わってからファーって来てヒカルちゃんがこれ一気これネックレスつけてって言うんですよ、はい、で僕全然分かってないから、いやそんなん自分でつけろよみたいな照れもあったし、まあなんとなくつ、うわーみたいなリアクション取ったけど、聞いたら違うんだと、要はあのこういうアクセサリー類はあの彼氏につけてもらいたいみたいなことを急に言うんですよ。で、まあ中学生ね、4人で彼氏もいないんですよ、でも恋愛にも憧れも強い時期だから、うん、きっとだからその俺をね、彼氏と見立ててつけてっていうね、はい、ものすごい俺いや、かわいいと思って、あ、そういうことなのと思ってこれでね、みんなにつけたのがねすげえ覚えてるんですよね。時計もなんかくれませんでした、なんか、うん、あの、そうそう、なんかね時計もなんか、うん、なんかこう、なんだろう、やっぱりだからなんかの時とかにわかんない、別にあの、子供として見てたわけじゃないけど、でも本当に楽しかったんだろうな、うん、楽しかった。でやっぱり可愛いから おじいちゃんおばあちゃんがだから孫に何かって思うのと一緒なんですよね。あげたくなっちゃうねついつい。はいはい。思い出満載なんだよな。うん、だから覚えてたら今なんかは、あ、本当にね、あの思い出巡りしたいな。うん、楽しいですね。いいですね。いやでも今パッと思い出すのはやっぱ京都駅のさ、うん、あの大階段ね。大階段でイベントよくやってて、うん、イベント、あ、そうなん、京都駅のあの大階段わかる？わかる？うん、そう、あそこでも6000人とか来て、そう、もう大階段全面埋まってましたもんね。それででも時期が寒かったから、あの控室から大階段まで、みんな薄着で移動してる時、衣装だからね。雪降ってるんですよ。で、そこで、でもまあお客さんいて、でもあれもすごかったし。結構すごかったですよね、うん、もうほんとなんかずっとそのイベント中、うん、リリースイベント中取材がずっと、まあうん、あの楽屋周りで回ってたりとか、うん、もうなんかそうね、すごかったですよね。大阪のねイベントもしてますしね、やっぱね、女の子ってねすごくちゃんと大人なんですね。やっぱりみんなねすごかったのが、俺なんか楽屋イベント終わって楽屋にファンの方からあの差し入れがいっぱい入ってるんですよ、うんうん、シュークリームがあって、うん、で俺、あーシュークリームだって俺がパッと取って食べようとしたら4人が、小池さんダメって言うの。で、え、なんでって言ったら、あの、誰が何触ったか分かりませんよ。そこ
いや、あの絶対ダメだった。それでも事務所に言われて、そう、事務所からも食べ物系はやっぱり、まあそんなことはないにしたとしてもやっぱり調べようがないから、そうです、ね、確かに、まあ、もしかしたら変なこと、変なことする人いるかもしれないしと思って、俺なんかもうすぐ食っちゃうからで、そこで大人今はもうちゃん、今はやっぱこれ逆にコロナみたいになって、うん、あのみんな衛生面上がったからこれいいですよ、うん、当時やっぱ、うん、まあ、手洗うとか男ってやっぱね、まあ、忘れるしさ、ね、はい、だからそれをやっぱりちゃんと使ってもらったし、いやだってもう泡が真っ黒になるぐらいそんなに、そうそうそう、あれさ、まあ、何回、まあ、何人ともやるし、あともね、まあ、結局サイン書いたりっていろんなもの触るから、そう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 、そう、めっちゃワイワイしてたな、本当にもうワイワイコリッキーみたいな感じだったし、もうコリッキーに会うのが楽しみやって、今日はコリッキーいい日のかとか、いなかったらちょっとみんなしょんぼりしてたし、そう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 、もうめっちゃみんなの本当マスコット的な本当に大好きキャラでした、本当に、うん、何年ぐらい一緒にやられたんですか？いや、だから1年とか、いや1年もやってないかも、だってそんなに長かったんですか？3作リリースで多分もう2ヶ月ごとぐらいにリリースしてるから、うん、2ヶ月ごとぐらいだからそんなに1年経ってないぐらいですかね、うん、じゃああっという間だったんですよ、濃いですね、そうなの、本当に、うん、だから思うとやっぱりこう人生の中で出会って、はい、でやっぱりこういろんないろんな時期を過ごすじゃないですか、うん、人とは、はいはい、だからまたそれもいい時期にね過ごして、 それで今度大人になってさ、会うんだよね。いやまだだからこうやってひかるちゃんもさ、やっぱこうモデルさんやりながらとかいろいろこういう活動をされてるからさ、なんか会えたりするけど、うん、これがほらまたあのちゃんとお母さんになってたりさ、したらまた違う忙しさでね。変わらず独身でした私も。そっか、いやこれ見てる人はそのままでいてと思うけど、ひかるちゃんの幸せを考えるまあ親心としてはああと思うけど、まあ俺自身も49歳独身バツなしなんですよ。そうだそうだそうだ、だからもうこれひかるちゃんにおせっかいで余計なこと言うけど、やっぱり一回はしといた方がいい。そうですね、ここまで来るともう妖怪のレベルになる。でもしようと思ったらできるじゃないですか。でもね、忘れてる。で、恋愛もちゃんとしてりゃいいけど、それもちょっと忘れちゃうから、はい、やっぱりこういうお仕事って楽しいし、まあ、この仕事の中でいろいろ充実感あるから、うん、なんかね、ちょっと忘れがちになって気づいたら、あれ？そうですね。もういらに。あれ？だからまあ、だからまあね、やっぱちょっとね、そろそろとかあんじゃないの、そういう、頑張ります、頑張ってください、頑張ってください。いやでもほんまになんかもう人生のもう大きな、私の中でもすごいいい経験をさせてもらった人生を一緒にこう共にやってるから、ほんと常にこう、なんていうの、そのいい意味で気になるではないけど、常になんかコリッキーのことは思い出すし、こうなんか会いたいなってやっぱり常に思うから嬉しい、そう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 、こうやってずっとなんか細くかもしれんけど繋がれてるのはすごい嬉しいですね。でも人間関係っていうのはそういうことなんだなと思うよね、うんうん、またこうやって元気に会って、うん、でまたじゃあ違うところでお仕事してまたどっかで会うっていうのは、うんうんうん、これはね、あの、いいですよ、うん、だから俺ももうちょっと頑張ろうと思います。いやいやいや、私も私の方こそですよ。日の一位もね、こう再結成させたくって、 YouTube で、 でまたね、このメンバーでいいじゃん、そうそうそう、だからそれをコリッキーとコリッキーも一緒にその時は来てほしいなって企んでるんで。そっか、いや、リナちゃんが、うん、は今関西で活動してて、うん、ちょっとあの俺も関西の行った時に接点があった。ああ、そうなんですね、うんうん、で、おまた大人になってるわとか、うんうんうん、あとケイカちゃんなんかは、うん、なんか海外にね留学してて、まあちょっとそれでまたあの子はあの時から勉強大好きだったし、そうなんですよ、あの子はもう引退はしてますけどね、引退はしてるけど、でもなんかあのモデルさんみたいなんだよね、かっこいいの、うん、それでアスカちゃんも女優でね、そう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 、頑張ってるから、はいはい、ちょっと5歳業の女見た時ショックだったけどもそうね、まあね、そうですね、まあ、あのちゃんと女優業、ね、そう、ちゃんと女優して、女優業してたから、 それでもひかるちゃんまた明るく変わんねえからね一番そうかもしれない、一番変わんないかも
からこうちょっとねもうちょっと YouTube 頑張って、ね、こうもうちょっと大きくなったら日の一チームいいですね。そうそうコリッキーで再結成したいなと思ってるんで、一夜限りの踊りはバッチリですから練習なしでいけそうですね。確かにケイカとは連絡取ってるんですけどね。そうだね、前もだから何年か前にはご飯食べた時もケイカちゃんとヒョウちゃんと3人だ。そうそうそう、あの先輩でしたっけ。そうそう、あのドローンズの石本くんの、あの馬肉屋たけしってとこで食ってて、あそこの店はあの個室があって、うんうんうん、そこで懐かしいねなんて喋ってたら、うんうんうん、そのドローンズの石本くんが扉の向こうで全部聞いてる。それで、それで肉とか美味しいでしょ、馬肉持ってくるたびに、なんか俺のことこうやってお前楽しそうだ。最初可愛い子2人を俺が個室に連れ込んでると思ってたから、そしたら違いますよ。もう昔一緒にお仕事したね。でも出会った時子供やったから、そのコリッキーのその恋愛とかそういうのも一切そういう話にはならなかったし、そうだよね、そうですよね、そう分からへんかったし聞かへんかったから。あでも大人の ヒカルちゃんの大人の話とか俺は聞きたくない。いややっぱ見てる、あの日の力を応援してる人はあれなんだろう、男ってバカだから勝手にもう決めつけるじゃないですか。でもやっぱ時が経ってやっぱりね、綺麗な女性になってるわけだから受け入れなきゃいけないけど。そういう話もそうしたことないから、うん、全然そういうね感じじゃないですもんね。そうだね、ご飯とか行っても別にそういう恋愛の話というよりかは思い出話とか、はいはい、まあね、今なんでも本当にとにかくなんであんなにキャッキャッキャッキャしてたんだろうみんな。4人は分かるし、なんで俺が32歳でキャッキャッキャッキャしないし。しないですね、なかなかないですね。めっちゃキャッキャしてた、キャッキャッしてたね、うん、本当に。もしかとそうなっちゃうんですね、うん、でもパワーもらってたし、あの本当に僕にとってはやっぱり分からない世界の中でこういろいろ掴んでいく中のね、うん、もうやっぱ楽しいいい時期でしたからね、うん、あれは面白かった。だからもう一回じゃあ再結成ねえ、したい、褒め出してやってさ、やりましょう、やりたい、いいなあ。あとどうする、会談する、え、したいしたいしたい、聞きたい、全然間違えてない、じゃあ番組にあったやつがありますか、1本じゃ示させていただいて、え、じゃあ話してもらおう、1本でやる、はい、やった嬉しい、はい、ありがとうございます。もうなんかめっちゃサプライズで、コリッキーに30歳お祝いしてもらえるなんて思ってなかった。めっちゃ嬉しかった、ありがとうございます、おめでとうございました、本当にありがとうございました。ということでですね、コリッキーの思い出話、皆さん聞いてみてですね、日の一も思い出した方とかね、あのまたまた再結成してほしいと思った方、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ということでコリッキーありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう、バイバイ。